カシミール語映画は、インドの映画のうちカシミール語で制作された映画であり、ジャンムーカシミール州に拠点を置く、映画産業を指す。1964年公開の、マインツロットが、最初のカシミール語映画であり、カシミールは、ボリウッド映画の撮影地として活用されてきた。カシミール俳優のラージ・クマール、ジー・バン、キラン・クマール、ターリクシャー、サンジャイス・スーリー、 ラーフルバット、アーミルバシール、ミールサルワールは、ボリウッド俳優としても活動している。1964年に、初のカシミール5長編映画、マインスロットが公開され、1972年に、メヘジュールを題材とした、電気映画、シャイ・アール・イー、カシミール・モジュールが公開された。同作は、ジャンムー・カシミール修造法賞とインド人、映画制作者、 プラバーとムケルジーの共同制作映画であり、カシミール語とウルデュー語で制作されている。1998年ワンダマ虐殺を題材としたバブはナショナルフィルムアワードの国民統合、最優秀長編映画、ナルギスダット賞を受賞し、1989年制作のインコロップは、同年に発生したジャンムーカシミール州暴動が原因で公開されず、この事件をきっかけに、 カシミール語映画の制作が禁止され、非公式に同州でのボリウッド映画の上映も禁止された。2006年に公開されたミール・サルワール主演のオク・デリール・ルーレッチはインドで公開された最初のカシミール語デジタル長編映画となった。同作はアール・シャードム・スタクが監督し、19世紀のカシミール人の社会闘争、政治闘争を題材としている。 2012年には初のカシミール 35mm 長編映画パルテブが公開され、同年にはシュリーナガルダルコを舞台にした恋愛映画聖者の谷が公開されている。2016年にはフセインカーンが監督、プロデューサーを務めたヒンディー語、カシミール語映画カシミールデイリーが公開された。1952年公開のドキュメンタリー映画パンポッシュは カシミール語映画として初めてカンヌ国際映画祭で上映された。代表的なドキュメンタリー映画としてアシュビンクマールのインシャラカシミールの他にパパにオーシャン・オブ・ティアーズが挙げられている。カシミール語テレビ映画はリスル・ミア、ハビカトゥン、アルナマルの3本が制作されている。1989年のジャンムー・カシミール州暴動の際、 シュリーナガルの7劇場を含むカシミールの劇場が閉鎖された。1998年にジャンムーカシミール民族協議会の尽力によりビルビノード・チョープラーのカリーベの上映が許可された。その後も同州での暴動が続いたため、2015年時点でカシミールの劇場は全て閉鎖され海賊版が横行するようになった。カシミールも映画産業復興の課題として、 産業の資金不足と政府援助の欠如が指摘されている。こうした中、2014年にアリエムランが水源を原作としたカシミール語映画の制作を発表した。同年11月公開のアイデンティティカードイークライフラインはアメリカ国際映画祭で3つの映画賞を受賞している。また、インド首相ナレンドラモディはカシミール語映画産業の復興は カシミールの若者に仕事を与えることにつながると述べ、2015年公開のバズランに、おじさんと小さな迷子で主演を務めたサルマンカーンもカシミール、ご映画産業の復興の必要性を主張している。ジャンムーカシミール州首相ムフティムハンマドサイードは、ビトゥビノード・チョープラーやイムティアズアリなどのボリウッドの映画制作者や俳優と会談して、カシミールご映画産業の復興を訴え、 彼らからの指示を取り付けている。ありがとうございます。